はい今回は山本太郎さんが最近の国会について話した内容と、えー、最も内閣総理大臣にふさわしいと思う件こちらを考えてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたします、えー、山本太郎さんがですねつい数日前に、えー、国会が閉会しましたがまあ、そのことについてまあ、問われているものがですね まあ、SNS 等で、えー、いろんな話題になっており、まあ、僕もちょっと見たんですが、まあ、そちらをまあ見て調べたこと、あと思うことですね、あとやはり、えー、山本太郎さんが内閣総理大臣に最も近い、えー、最もふさわしい、そう思う根拠も合わせてお伝えしていきます。今回ももよろししくお願いいいたします。す、まあ、このの内容っていうのもですね、 まあ、令和を応援している方、あ,あるいはですね、まあ、特に、まあ、どの政党を応援しているのかわからない方もいらっしゃると思うんですが、そういった方たちが、まあ、幅広く、まあ、目にされている内容だと思うんですね。で、えーまあ、その中で、えーまあ、目立つ意見としては、山本太郎さんの言う通りであるという、まあ、意見が目立つんですよ、僕もそう思います。本当に、えー、も最もだとと思いますすこれ何かっていうとででね、えー、国会の中で 全然日本国民に対する、まあ、経済政策の話をしていないってことがおかしいじゃないかっていうことを山本太郎さんがおっしゃってるわけですよ。今っていうのは日本国民のですねすごく生活が厳しいわけですね生活必需品の物価高でどん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 値段が上がっていくで給料は手取りが19か月連続で下がっていると。 でえーまあ、その減税に関することを何もしないわけじゃないですか、トリガー条項も結局しないわけじゃないですか、だから国民の生活が厳しくなる一方なんですよ、で国民のためとかって、もし言うのであればね、その経済政策を考えるべき、何かその経済政策、経済対策をするべきなんですが、全くそういったことが出てこない、話題に。で、一番あそれにですね即効性があり、有効なのは消費税の廃止ということです。だからこの山本太郎さんもおっしゃってますし、僕もリスナー様も思ってらっしゃると思いますが、 この日本の失われた30年という、ね、経済成長していないこの数十年あるいはです、ね、給料、も平均給料が上がっていないこの状況を立て直さないといけないわけですよ。日本国内の経済循環が良くならなければ国民の生活がずっと厳しいわけじゃないですかで、まあ、の国会の中では、ね、山本太郎さんがおっしゃっている話とか、まあ、僕があの、まあ、お伝えさせていただいている内容がです、ね、全く出てこないんですよね。 消費税っていう全く国民にとってマイナスでしかない、えー、なくす必要のあるものに関して全く話題にならないとだからつまり何を言ってるのかっていうと国会内では日本国民のことなんて全く考えてないわけですよ国民のためとかって言いますが それれでであれば物価高対策をすするべきなんですよね。でその岸田が言っていることっていうのは全く物価高対策になっていないし本当に物価高対策というのであれば消費税廃止、あるいは消費税減税それが必要なわけですよ。でえー、別の時にもお伝えしましたが消費税を廃止することによって日本国民の個人消費の促進にもなりますしインボイス制度も消費税がなくな,れば、えー、な,くなりますから。 で中小企業の倒産も消費税が原因で倒産しているところがかなりありますからそういったことを防げるわけですよ。 日本国民、あるいはですね日本の個人、えー、あるいはフリーランス、日本の中小企業にとって最も必要であるこの消費税廃止っていうものが全く話題に出ないと、理由っていうのは明らかなんですね。自民党とおまあ、その消費税の恩恵を受けている大企業、経団連、経済同友会がつながっているから、だからこの話が出ると、ね、えー、いつものごとくでたらめ言って、全然消費税を廃止、消費税を減税する方向に話が進まないわけですよ。でえー まあこのことはもね何度もお伝えさせていただいてますかが、まあ、もし、えー、聞いたことのない方もいらっしゃるかと思うんで、消費税というのは何かっていう話なわけですよ、そもそもね。消費税を社会保障に使っているというデタらめを言って、ですね消費税がなくなったら社会保障がなく,な,くなるとかなんとか言ってますけど全くデタらめで関係ないですからね。 社会保障には使われていないなんですよじゃあ何に使われてるのかって言ったら消費税っていうのは大企業の法人税の穴埋めに使われてるわけですよね。うん、消費税収の73%があ大企業の法人税の穴埋めに使われてるっていうデータもあるある,あるわけですよ。そういったところからして国民のために全くなってない消費税国民生活をですね、えー、苦しめてる消費税をなくすべきです。あとですね 輸出大企業の還付金に消費税が充てられている、そういったこともあります。だから、あ自民党とですね大企業が癒着している、でその関係が全然ね、えー、どうにもならず、でこのことに、えー、野党が追及するべきなんですが、野党も追及しない、だから与野党ぐるの、与野党茶番、茶番国会をしているっていう、まあ、そういったことで、山本太郎さんもそうおっしゃってるわけですよ。で このことを真剣に考えていただいているのは、例は、あだけですね。他のところっていうのは全くその茶番に付き合ってるだけで、話にならないと思います。で 山本太郎さんがですねこの今国会について、まあ、記者かな記者に、えーまあ、問われて、えー、答えて、まあ、いたんですが、まあ、最低な国会だったとやっぱりそう山本太郎さんというのはおおあの思っていらっしゃる国民と同じことを思っていらっしゃるというか山本太郎さんの方が深く考えていらっしゃるということだと思いますで与野党ともに腐敗しているし国民マルシ、えーということをおっしゃっていました本当に、えー、そうですよだって国民が経済的に困っている状況下で経済のことを何もしないわけですから 全く経済政策をしないわけじゃないですか、うん、国民がもうやっていけないわけですよ、国民が生きていけないというその状況にあるわけですね。で山本太郎さんがおっしゃってますが、あ日本の中小企業がです、ねまあ、ゼロゼロ融資っていうまあその政府からまあ、その借金をしてるんですが、その借金の返済も始まっており、しかし日本経済の経済状況は戻っていないんでね。えー その状況下において借金の返済だけ始まるということはそういったことから中小企業の倒産が続出するということですだから中小企業というのは消費税の負担を負いつつゼロゼロ融資の返済に追われつつということでもうやっていけないじゃないですか,だかそれをどうにかしないといけないんですよ政治の力を使ってしかしそれを全くしていない。 で、えー、まあ、あとはですね国民のこ個人生活っていうことでもおっしゃっていましたがでこれ結構前からおっしゃってる話なんですがもうそろそろ2023年が終わるっていうまあ、12月ですがこの2023年の冬を乗り越えられない国民が一定数いるっていうことなんですぐに、えー、その経済対策をしなければ国民がもうね、えー 例えばこの寒い冬を生き延びられないっていうそういった状況下にあるわけですよそこまで国民が困っているのに経済政策をしないと全く国民のためではないう機、ん、民政策ってね国民を見捨ててるっていうそういうことなわけじゃないですかだからあの別にそんなねむ難しいことをなんかわけわかんないこと言ってますが岸田とか別にそんな難しくないんですよやることってのは山本太郎さんもおっしゃってますが非常に単純なんですね消費税の減税内緒は消費税の廃止あるいは日本国民全員に給付金を この2つだけなんですよ、まあ、言うなれば。消費税が廃止になればです、ね、先ほどお伝えした、ね、中小企業倒産も緩和できます、でインボイス制度もなくなるので問題がなくなります、でいちいち国民間に溝を、ね、作る、誰に給付金を渡す、渡さないとかで、ね、はなく、日本国民全員に。 給付金をお配ることによって、ですねその後、そのお金を国民が使うことによって、国内の消費、経済循環があの好循環になっていくわけですよ、だ景気が良くなっていくわけですよ、今のままだと景気がどん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 悪くなる一方なんですね、で例えばこういった話をすると、財源がどうのこうのっていうんですけど、別に財源関係ないですから、日本というのはね、円というまあ,あの独自通貨がありますから、通貨発行権と言って、まあ殺到すればいいだけなんですよ。うん その難しいことでいうとまあその税は財源ではないとかって言いますけどお金なんてなくないんですよお金すればいいだけだから別に本当にあの明らかに簡単な話なんですよそれをそういうことをしないわけですねでここまで日本国民が経済的に困ってることを分かってか分からずか知らずしてえ国難とも思わないっいうことを山本太郎さんも指摘しておりましただからえ与野党クズなんですよ与野党クズであり与野党茶番です で、えー、ここ最近注目されているのはこの自民党の裏金の件なんですがこれもひどすぎますが、えー、まあそ,そっちに目が目がいくんですが国民生活もお、まあ、それ以上に厳しいわけですよだからまあその政治家の腐敗もそうですし国民の生活を助けるそ,そ,あのそのことを両方同時に進めていかないといけないんですがまあ実際、ですねこの自民党の、ね、裏金の件に関しては東京地検特捜部の方が来週から調べる、えー、に調べに入るんだと思います。ただしその国民生活を救 ということであれば別に政府ができるわけですよ自民党ができるわけじゃないですかそれをしないわけですよねあと山本太郎さんがおっしゃってましたが非常にですね僕たち国民にとって懸念するまあ内容がありまして国立大学民営化ということについて山本太郎さんは触れていましたこれっていうのは簡単に言うとどういうことかっていうと日本を有事に向かわせるっていうことです 国立大学をですね国立,大学にか国立大学に大企業がお金を出して軍事の研究をさせるとかそういったことなんですよ。なんでそんなことをするんですかっていう話なわけですよ。日本には救助もあるしね、えー、別にその有事にならないように、えー、なってるわけですが、おそらくこの国立大学民営化と合わせて、 憲法改正、そういったものを水面下で進めているその懸念があるわけですよ、そしてそういったものに目が向かないように、ね、その自民党の件で、ややいのやいの必要以上に騒いでいるとも取れ,取れますで、本当に山本太郎さんのおっしゃっていることがね、土星論だなと思いますが、自民党っていうのは汚いし、癒やしいということをおっしゃってました、本当にその通りです、で同時にですね、また問題がありまして、その自民党に対して反対意見を出さない野党、それもクズってことです。だから えまあ与野党をぐる、与野党をくず、何もしていない、茶番国会をしている、でその中に令和だけまともっていうことなんですよね。で、山本太郎さんがおっしゃってる、まあ、話でですね、まあ、ちょっとお、まあ、なんていうんでしょうか、表現がまあ上手だなと思ったことを、えー、まあ僕はちょっと思って、まあ、皆さんも思ったかもしれませんが、山本太郎さんはこのようにおっしゃっているわけですね、えー、健康保険証、紙の保険証を廃止するということに関して、紙の保険証を廃止するなって言って、 廃止するのは自民党と野党だっていう、そういうご意見をされていて、本当にそうですね、保険証は残すべきということで、うん、自民党、野党を廃止しろって、本当にまあ上手なことを、ね、お,おっしゃっているなと思うんですが。 その与野党をぐるとか与野党茶番とか国民のことを考えない議員っていらないんですよ話にならないからねだからそういったことを踏まえてやはり山本太郎さんが内閣総理大臣に最も適している最も近いところにいると思いますしそうなるためにもですね日本国民が選挙に投票して自民、公明、維新にノーと言わなければ日本崩壊してしまうと思います。 この山本太郎さんの話で、えー、僕は思ったこと、まあ、皆さんも思ってるかもしれませんが、まあ、同じ考えだと思いますが消費税廃止が最優先課題です。その経済のことをどうのこうのとかって言う人がいますが消費税廃止しなければ本当にもう日本崩壊ですよ。 先ほど言ったように個人の消費が滞るのもそうだしインボイス制度で仕事をなくすこともそうだし中小企業が倒産することもそうだしもうありとあらゆるマイナスの要因になっているこの消費税なんでこの消費税廃止が最優先課題でありこの消費税廃止、ないしは消費税減税を言わない政治家、政党っていうのは全く支持するに値しないと僕はまあそう思います。 とと、まあ、いうことでですね、今回はこの山本太郎さんの件ですね、え注目されており、まあ、僕も、まあ、見ていろいろ思ったので、えまあ、分かる限り解釈をお話しさせていただきました。共感していただける点があれば何よりです。ということでえ、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。